さ、本日のセカンドチャンネルは、前回お話しした、はい、こちら、レジスターグリーンプラグ、BKR5EYA11、ソクナンバー 4238Y16 ということで、後ろにね、適合表書いてあります。はい、適合表です。スターレッド、ターセルコールさ、その後ダーッと来て、マーク2、チェイサー、クレスタ、スプラ、クラウンと、書いてあります。まあ、もともと、ついてたのと同じ品番なので、まあ、ウィッシュは書いてないんですが、まあ、大丈夫だと思います。はい、それでは、今までついていたものを外して、どれだけ、先端部分がね、もう消耗してしまっているのかも、同時に確認していきましょう。やっていきます。はい、今外しました。これ、そのプラグから出たサビね。はい。で、こちらは、はい、新品です。やばいね。なんか1万5千キロから2万キロごとの、交換だということで、概要欄にね、NGK の公式ホームページのリンク貼っときます。まあ、後で見てください。それでは交換していきまーす。はい、今ね、プラグ4つと、コイル、それから、配線、この辺の、ナット関係ですね、すべて締め終わりました。それでは、どうでしょう。ちょっと、試しにエンジンかけてみまーす。やっぱりクラグだったのかな。だいぶ落ち着いたよね。ちょっとわかんねえ。一周していくか。あ、ダメかも。やばい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 。V8 見てたぞ。はい、結果ですね、プラグを新品に交換したんですが、全然ダメでした。まあ多分中も汚れてるとかつもあるとは思うんだけど、まあ今現状は、こんな感じになってます。まあちょっと、試しですが、まあ次回は、はい。エンジンコンディショナー。この場合だと、スロットルバルブの上流ゴムホースということで、よいしょ。はい、ここだね。これ。こっから、ぶっこんでみてね。どう変わるか。まあ、これでダメだったら、ちょっと知り合いの工場の方に持ってきます。はぁ。ここも直してなかったのがダメだね。ここから水入っちゃったんだね。ほら、ここだから。こっから上がってって、ここ入って、ここっていう。なんでこんなとこにつけたんだか。まあ、って言ってもしょうがない。
やれることはとりあえずやっていきたいと思います。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。